はい、どうも、サウダミーネットです。さあ、飛び盛り実況続きやっていきましょうか。今回はですね、今何してるのかっていうと、名画と彫刻を全部コンプリートしようと思ってやってたんですけれども、前回でですね、ついに彫刻を全コンプしたということで、最後にですね、名画が残っておりまして、あと一種類だけ、残ってるんですよ。何かというと、一応探しました。すごい名画がね、足りないんですよ。粋な名画、おごそかな名画、落ち着いた名画。下の方に行く。ないよな。すごい名画。名前が似てるの多いんだよな。数から始まる。素敵な名画。違うね。彫刻だよね。オッケーオッケーオッケー。多分この、すごい名画だけが唯一ないはずなんですよ。ちょっとだけ見に行っていい？多分ないはず。いや、これであったら、結構、頑張らないとダメなんだけど、多分ないはずだ。あるね、あるね。これ全部あるね。あるね。で、こっちの方もある。ある。ここの部分はしっかりとコンプリートできている。で、次にこっちの方に行く。こっちは？ここある。ここある。すごい名画ってそもそもどんなやつ？なんか、いろんな人がいるやつだよね。いろんなたくさんの人間が、わーってこんな感じの名画。これあれか。おごそかな名画か。なんかこれっぽいやつが、多分ここに来ると思うんですよね。これを探していきたい。だよね。これだけだよね。オッケー。こやつを探そう。でさ、俺もさ、言われて知ったんだけど、こう、常吉、いるじゃんか。で、これ出てく、ちょっと待って。これ本物？偽物？これ欲しいんだよ。え、これすごい名画偽物だよな。待って。すごい名画。いや、逆だ。このね、すごい名画の黒と白真ん中に人いるじゃないですか。これが、黒が左、で、白が右確か。てか、まあ、黒い服着てる人が中央にいるものが、本物なんですわな。つうことでこれ偽物なんですわな。で、言われて知ったんだけど、これさ、俺毎回、日付をね、ちょっと変えてたんだよね。だけど、5月14日じゃんか、今、金曜日で、これが常吉の来る日なんだけれども、まずこれ一旦セーブして終わって、まずセーブします。で、セーブ完了します。で、来る日ってどうやら1週間の中で決まってるんだな。それ知らんかったわ。なんか毎回ランダムで出てくるもんだと、勝手にどっかで思ってたんだけど、まずこれで一旦他のことにする。で、時計合わせるにして、で、まずは13日にします。13日の木曜日にして、で、始めます。だってこれもう来年いっちまってるからな、やりすぎて。で、始めて、さらにここでセーブして、で、もう一回ですね、さっき出てきた、5月の14日に変えます。で、他のことにして、で、時計を合わせる。で、14日にして、で、また始めます。これでね、始めると、よし。このままちょっと広場の方に行きましょうか。手紙がめっちゃ来るんだよな。でもさっきすごい名画の偽物が出てきてしまったから、もしかしたらしばらくは出てこない可能性が普通にありますね。で、5月の14日にして、で、常吉が来ている。で、この中に入ると、まあ、しっかりと更新されてるということで、これをずっと繰り返していけば最速で、まあ、常吉の名画と彫刻が全種類揃うということになっておりますが、ちょっと頑張っていきましょう。すごい名画が欲しい。あるんじゃない？あるんじゃない？ちょっと待って。え？あるんじゃない？これ本物だよな。すごい名画。真ん中が黒い服だから。あった！すごい名画。オッケー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 。あ、ごめん。間違えた。買っちゃうにして、これでちょっと次の日にしてみましょう。
よし、揃った。今日あれか、釣り大会か。よし、こんなに来年の5月まで行く必要なかったな、そう考えたら。まあいいでしょう、揃ったんでいいです。稲荷ギャラリーで、なんかもう手紙来まくりんぐだな。母、母、リッキー、母、リッキー、リッキー、母、母、リッキー、リッキー。リッキーくんめっちゃ送ってきてくれてる。で、稲荷ギャラリーのこのプレゼントを開けて、こやつを最後に寄贈して、まあ、終われたらなと思います。いやー、ようやく、揃ったな。いや、あつ森発売前に追われてよかった。どうなるかと思ったが、結構早いこといけましたね。よくね、見落とすんですよ。ふーた、起きてくれ。で、寄贈するにする。最後に、すごい名画をぶち込む。これで偽物だったら俺ちょっと、悲しいぜ。おお、これはすごい名画ではありませんか。いや、現物は初めて見ましたよ。確かにすごい名画としか言いようがありませんね。おーし。ということは、全部揃ったんですね。すごい、すごすぎです。どこにも負けない完璧な博物館の完成ですよ。私も鼻が高いです。あ、もちろん皆様のご協力があってこその快挙だということはよーく分かっておりますです。とにもかくにもご協力ありがとうございました。よーし、というわけで、博物館が全部、まあ、コンプリートできたということで、まあ、博物館全部回るのは次回にしようかなと思うんですが、とりあえず今回は、名画と彫刻を全部寄贈できたということで、ここら辺をぐるっと一周、適当に回っていきましょうか。ぶっちゃけ美術の芸術センスとかも全くないんで、素晴らしい名画。2020年10月12日、リンゴとオレンジ。でもこれ、見たら、いつ寄贈したのか分かるな。10月12日。ここら辺はでも10月12日か。10月12日。4月30日。4月30だもんな。10月12日。これが ?2020 年4月30日。これはね、結構古いんですよ。2017年12月30日。これだけなんか唯一昔に寄贈したことを覚えてたんだよな。こっちの方ないの寂しいね。2020年6月29日。6月29日。こっちに行こう。あとはここら辺はこっちか。2021年4月12日。すごいな。2018年。あ、落ち着いた名画昔やってました。2018年5月の3日。で、これが30日で、2018年、いい感じの名画。2018年の1月29日。古いなぁ、そう考えたら。よーし、というわけでですね、なんとか、全部寄贈できたということで、まあ、次回ですね、ちょっと博物館の方全部回っていこうかなと思うんですけれども、とりあえずあれだな。リス住民を戻そう。でもさ、今アミーボ使って、ちょ、戻してるじゃんか。でさ、あつ森さ、どうなるんだろうみたいな話してて、なんかパニエルいるしワンチャンあるのかなとか思ったりしてるんですよね。なんか、パッケージにパニエル映ってたから、やっぱアミーボといえば、パニエルっていう印象があるので、使える可能性の方がどっちかっていうと高いですよね。まあその役割っていうのがどうなるのか、まだ全然はっきりしてないから、強いこと言えないんだけど、まあでも今までもリセットさんって、ぶち消しした時だけ唯一出てきてたけど、まああつ森オートセーブだからリセットさんの出番はないのかっていう話になってたけど、ちゃんと公式が、リセットさんは別の形で登場するっていう感じだったから、もしかしたらパニエルもこのアミーボ以外の何かで出てくるのかもしんないんだけど、まあでもできてほしいよね。ユータロウで確かに呼び出してるのは呼び出してるんだけど、まあユータロウって、町森だったら別の役割だったし、どうなるんだろうね、あつ森。アミーボ使えてほしいな。
よし、というわけでですね、峰峰村ディス住民全員戻ってきてもらったということでですね、最後にさ、あれやってもいい？前ミスった。ちょ、やば、ここら辺。すごいなってんな。まあ、雪降ってるからか。雪だるまチャレンジを、ちょっとやらせていただこうかなと思うんだけど。あー！そんなに、こんなにも、穴があるんだったら、外れててもよかったじゃないか。よし！多分これで最大まで大きくなったから、これでよーし。もう一個の方がどこにあるかだよね。あった！結構近くにあったな。で、手で掴むぐらいのタイミングのもうちょい。これどこやった？こっちだよな。多分そろそろいい感じ。あ、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。めっちゃいい！パーフェクトすぎる！うえーい！はあ、なんたる穏やかな気持ち。かねてより待ち望んでいた理想のバランス。それが今の私の体なのだ。これぞまさしく黄金比。もしあなたは名の知れた彫刻家の方ですかな。この素晴らしいバランスに仕上げてくださり感謝しますぞ。何かお礼をしたいのですが、私にできることといえばビンゴゲームくらい。おお、そうです、ビンゴゲームはいかがですかな。いやいや、もしあなたビンゴカードをお持ちでないならば、私雪だるまんがビンゴカードを差し上げましょうぞ。くださーい。で、もらって、1枚しか渡せませんから大事にしてくだされ。なんかさ、ゼロが出たことあるらしいね。ゼロ出たら、なんかフリーズしてバグるみたいなこと聞いたことがあります。バッチリですぞ。それでは雪だるまんスロットスタート。本当にゼロとかあんの？あ、でもあるな。3。4。34。ここか。開けた。ビンゴを目指すあなたに私からワンポイントアドバイス。ビンゴカードさえ持っていればどこでもビンゴゲームができますぞ。ウギダルマンのいる村にたくさんお出かけしてナンバーを聞いて回れば早くビンゴを達成できるかもしれませんな。オッケー。というわけでですね、なんとか博物館の彫刻と名画を全部寄贈できたということで、ちょっとね、次回は博物館全部回っていこうかなと思います。というわけで今回この辺で終わっておきましょう。じゃあの。